それは私が望んだ物語。それは私が選んだ物語。あの、すみません。何でしょう、お嬢さん。私、城へ行く途中なんですけど、その、道に迷ってしまって。ほう、城へ行く途中。もしやお嬢さんも、新しい女王陛下に面会ですか？はい。仲良くなった友人に、挨拶に行くべきだと。そう教えられて。そうですか。ではここからは私がご案内しましょう。城への道は熟知しております。え、いいんですか？ええ、もちろんです。あなたを守る、それが私に与えられたルールなので。ルールってどういう意味ですか？さあ、それが私にもその仕組みはよくわからないのですよ。わからないってどういうことですか？自分で言ったことでしょ。この世界には理解できないことがあまりにも多すぎて困りますね。でも。何？理解できない方が幸せなことも多い。あなたはそう思いませんか？さて、どうしたものでしょうね。どうして私たちが女王陛下に狙われているの？なぜ？全ては誰かの引き金でしょう。私たちはこの世界にとっても、新しい女王陛下にとっても、邪魔なものになったらしい。早く逃げなきゃ。ここにいたら殺されてしまうわ。いいえ、私は逃げたりなどしませんよ。でも、ご心配なく、もはやこの世界のどこへ逃げても同じでしょう。ならば幸先よく、すべてを破壊しようじゃありませんか。あなた、何を言っているの？そんなこと、できるわけがないでしょ。いいえ、前に言ったでしょ。あなたを守る、それが私に与えられたルールだと。たとえあなたが全てを忘れていたとしても構わない。私があなたを覚えていればいい。ねえ、あなたは誰なの？さあ。え？それが私にもよくわからないのですよ。でも、あなたが信じてくださるなら、私はあなたの何者にでもなりましょう。お願い。どこにも行かないで。私を一人にしないで。あなたの望みならば、どんなことでも叶えてみせましょう。私の大切な女王陛下。